中田翔、セルフ自由契約で中日が獲得調査。巨人の中田翔内野手34が契約の見直しや破棄ができるオプトアウト権を行使して球団に契約破棄を選択したことが14か分かった。昨オフに3年契約を結んでいた。今後は保有者名簿から外れて自由契約選手となり他球団への移籍を目指す。得点力不足の解消を目指している中日が調査に乗り出す公算が大きくなった。はぁ、なんかすげえ報道で出てて草。寝る前にヤバいの来た。中田ノンテンダー来たー。これってセルフ戦力外っちゅうやつでは。まさかのノンテンダーかよ。FA だと人的保障がネックで取られないからオプトアウトで。ってことか。中日さん欲しいやろな。これで実質中日が中田に絞って山川がソフトバンクちゃう。山川高確率でソフバンだしこっち狙いそうだな。中田翔オプトアウトの第一報が中日スポーツな時点でかなり話ついてる可能性高そうじゃね。しかも自由契約を選択ってことは中日と話まとまってそうな感じだし。おいおい残留じゃなかったんかよ。FA 権出してないって裏ではこんなこと起こってたのか。割といい判断じゃないの中田。よっぽど出場機会欲しいんやな。今日情報量多すぎて草。西川、オリックス山川、ソフトバンク中田、中日ほぼ確定か。覚悟ってこういうことだよな。中日おもろくなってきた。